おはようございます。おはようございます。お祈りいたします。愛するイエス様、この2月もお一人お一人守られ支えられ、最後の礼拝を守ることができていますから感謝します。今日も天のお父様、語ってください。そして神様、私たち一人一人がしっかりとあなたにつながり、あなたを愛し、あなたに従うものと変えられていきますように、今日も導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様の皆で皆さんお一人お一人を祝福します。はい、2月もね、もうあと2日か3日で終わりで3月が来ますね。もう3月っていう声を聞くだけで本当にね、寒くない、もう暖かくなる、春が来るっていう気持ちになってきますね。先週はインフルエンザで、みんなマスクしてマスク礼拝だったんですけども、今日はね、だいぶ良くなってきました。でもちょっとね、余波を受けて倒れてしまった人もいるんですけれども、本当にみんな完全に良くなってほしいと思います。私もね、まあ、先生が元でインフルエンザがこう広まったんですけども、夜寝てたらもう眠れないぐらいコン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 咳するんですね。それで咳を止まれ、風邪を癒されよって何回も夜祈ったので、次の日お医者さん行ったらインフルエンザだって分かった時にね、あ、これやばい、私もうつる。一緒にご飯食べていて、おかずの中にゴホンゴホンゴホンそれをかけてるし、それがもったいないから食べちゃおうって言って食べてしまったし、あ、これはもう移されるわって思って覚悟してたんですけども、本当に神様は感謝です。2人倒れたら大変だっていうことで守ってくださいました。元気に通り越すことができたこと、本当に感謝だと思います。はい、今日はね、2月の終わりですけども、新しい年になって、これはもう言わなくちゃいけないっていつも思ってたんですけども、御言葉を読みましょうっていうお話をします。新しい年になって、新しくね、よし読もうと思って、毎日聖書を読まれている方もいらっしゃると思います。それからもう去年から続けてずっと読んでらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、さらに、御言葉一生懸命読んでください。御言葉は祈りと一緒で、本当に私たちを神様に近づけるものですし、また、神様の恵みをいただけることですね。はい、じゃあお話ししていきたいと思います。まず聖書の中でね、御言葉についてどういう御言葉が語られているか見ていきたいと思いますね。聖書の中でも御言葉はこんなに大事だよって書かれているところが何箇所もありますね。このプリントのところの1から6番目まで御言葉を挙げてみました。一つ一つ見ていきたいと思います。一番最初は皆さんの知っている有名な言葉ですね。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。ここはこの前ルカ伝でもやりましたけれども、私たちの体は体と心と霊でできてますね。そして一生懸命私たちはパンを食べたりご飯を食べたりして、また野菜を食べたりして肉体は養っていますけれども、もう一つ心と霊も養わなければいけません。心と霊が養われるのは聖書の言葉と書いてあります。本当にね、3つのものが完全に、元気になった時、私たちは本当に内側から出る素晴らしい力で元気になっていくと思います。御言葉を食べてくださいね。それから2番は霊関節、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができる。書いてあります。神様の言葉は生きている。神様の言葉は神様の霊とともに読むときに私たちに働いてくださるんですね。
神様は私たちのことを全部ご存知です。隠していることもみんな知っておられます。それとともに御言葉とともに神様は働いてくださるので、御言葉を読むことによって私たちが気がつかないような罪とかいけないこととか読むことによって教えられるんですね。で、悔い改めに導かれて私たちがどんどんと整えられることになります。3番は、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものは何でも願いなさい、そうすれば叶えられる。素晴らしい祝福の言葉ですね。聖書の御言葉が私たちのうちにあって、そしてその御言葉をうちにあるだけじゃなくて、本当にね、従い、それを覚えて従うとき、それはそうしたら私たちは何でも願いなさいって叶えられますっていう約束ですね。本当に素晴らしい約束です。4番は詩編の言葉ですけれども、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない、その人のすることはすべて繁栄する、書かれています。本当に、流れのほとりに植えられている木は青々と葉が茂って豊かな実を結びますね。そのように御言葉をいつも口ずさむ人は恵まれるんですよと聖書で教えられています。次はヨシア記の一章ですけれども、神様がヨシアにも同じような言葉を語っていますね。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることすべて忠実に守りを行いなさい、そうすればその行き先々で栄え成功する。これは詩編と同じような内容ですね。6番、聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益ですって書かれています。このように聖書の言葉は読んで心に蓄えて従うときにね、私たちの霊が成長するし、そして恵みを受けて繁栄して正しく導かれて、どん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 成長されてさせてくださるものだよっていうことを御言葉が、言っています。皆さんもこう書かれていますからね、いっぱい心に蓄えて従ってくださいね。そしてね、次に書かれているのは、今まで信仰の歩みをしてきた立派な先輩たち、立派と言ってももう程遠く上の方の方なんですから、先輩とは言えないんですけれども、その人たちがとの聖書の関わりはどうだったか見てみました。ジョージ・ミラーさんのことが書かれていますね。ジョージ・ミラーっていう人は私が本当に大好きな人なんですけども、信仰と祈りだけで2000人の孤児を養った。ってもう資金がなくても、食べるものがなくても本当にね、神様が備えてくださる、そういう思いで祈って待ち望んで、いつも支えられ、孤児を養ったっていう、そういう人ですね。その人はね、最初はね、聖書っていうものに対して全然関心がなかったらしいんですね。そしてここに書いてありますけれども、ジョージ・ミラーはね、トラクトとか宣教師の言葉とかメッセージとか、偉人の、伝記、その信仰の歩みをした伝記の伝記、書かれた伝記、そういうものにとっても興味があってね、そういう本ばっかり読んでたって、聖書はね全然読まなかった。牧会を始めた時でさえも聖書はほとんど読まなかったって書かれていました。でもある時に聖書っていうのが本当に素晴らしいってことが気づかされたんですね。聖書は聖霊がご自身のしもべたちを用いて書かせたものであって、知らなければならないことがたくさん書かれているって、で私を本当に幸福に導くことが、聖書が導くってことが分かりました。それからジョージ・ミラーは聖書をずっと読むようになったんですね。100回以上読んだと書かれています。そして読むたびに新しい発見があって、新しい喜びが来ました、書かれていますね。
で、この本、これは本の中の本だって、この本をね、本当に熱心に祈りを持って黙想しつつ繰り返し繰り返し一生読むべき本ですってジョージ・ミラーは言っていました。それからムーディ、聞いたことあるかな、アメリカのすごい伝道者なんですけれども、この人もね、神様は私に信仰を与えてくださいって、もっともっと信仰が強くなりたいんですっていつも神様に求めて祈っていたんですね。そしたらね、神様が突然ボンと何か雷のようなものを、雷に打たれたようなそんな経験をさせてくださって、すごい信仰が与えられるんじゃないかって待ってたわけですね。でもそうじゃなかった。ある時聖書を読んだらね、ローマ書の10章のところに次の言葉が目に留まったってあるんです。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのである。ああそうか、信仰が成長するためには御言葉を読まなくちゃいけないんだって、そこで悟りをいただいたんですね。でそれからムーディは一生懸命祈りながら聖書を熟読するようになったと。でそれ以来本当に自分の信仰は成長し続けましたと言われています。私たちがね、信仰がないです、信仰が成長するようにしたいんですって思う人があったら、一生懸命聖書を読みなさいということですね。御言葉を読むことが鍵ですね。それからチャールズ・スポルジョンという人もいますね。この人もとっても日々の御言葉とかいろんなのを書いて信仰の素晴らしい働きをした人です。でその人が言っているのは、2ページ目の裏になります。聖書を学ぶことこそキリスト者を作り上げる試金術である。聖書をずっと読んでいくことが本当に完成されたキリスト者、クリスチャンを作り上げるんだってことを言われていますね。だから今私たちが、なんで私はこんなんだろう、いつも同じようなところを通っている、どうしてもパッとしないんだろうって、そういう疑問があるとき、そうだ、聖書を読んでないからだって、毎日毎日聖書を読むように心がけていってほしいと思います。聖書はね、私たちもよく積んどくって言ったんですけども、積んどくんじゃなくてね、毎日読んでいきましょうね。そして感動する言葉は、暗記していったらいいと思います。暗記することによって頭の訓練になりますからね。で、聖書について少し言いますけれども、聖書はとっても厚いですよね。で3この聖書は3分の1が新約聖書、あとの3分の2は旧約聖書が書かれていますね。で旧約聖書はヘブル語で書かれていて、新約聖書はギリシャ語で書かれていましたけれども、今はたくさんの国の言葉に翻訳されています。2400言語以上に翻訳されて、いろんなところに行き渡ってるんですね。でもそれは聖書の中にね、この御国の福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来るって、マタイの福音書24章に書かれています。そのように世の終わりが来る前に神様はこの聖書を全ての人に読んでもらうためにいろんな訳に訳されて広がっています。本当に予言のごとく進んでいますね。でこんなにたくさんの国語に訳されている本はね、世界中どこにもありません。また今まで歴史上にも一冊もないんですね。そしてこの聖書が書かれたのは、一番最初は創世記が書かれていますし、最後は黙示ヨハネの黙示録があります。でもこの一冊の本がどれぐらいの間に書かれたかっていったら、1500年ぐらいの間に書かれているんですね。それでいろんな人が書いてます。40人ぐらいの人が書いているんですね。でも全然バラバラではなくて、内容が一貫している、統一されているんですね。
例えばイザヤ書という聖書の旧約聖書にイザヤ書っていうのがありますけれども、今から400年ぐらい前に、紀元前400年ぐらい前に書かれたイザヤ書に、乙女が身ごもって、乙女が身ごもって男の子を産むっていう、そういう約束が書かれていますね。そしてもうちょっと今度先の方の2箇所っていうところにはね、全然時代が違うんですよ。エフラタのベツレヘムよって、あなたはとってもユダの種族の中で小さいものだけども、お前の中からイスラエルを治めるものが出るって書かれているんですね。でその全然違う時代に違う場所で書かれた予言が一つになって、イエス様が予言通りにユダヤのベツレヘムの地から、乙女マリアより生まれる、そういうことが起こるんですね。本当にこの聖書っていうのは、神様が一番上で司っていて、神様の御思いが書かれています。ちゃんとこの一冊の本の中に長い年月の間にいろんな人にいろんなところで書かれた本が、不思議なように、一致して書かれていますね。はい、2枚目の紙の7番のところ、イザヤの34-16ってところですけども、皆さん一緒に読んでみましょう。主の書を尋ね求め読んでみよう。これらのものに一つも欠けるものはない。それは主の口が命じ、主の霊が集めたものだからである。はい、このように書いてあります。この本は、主の口が命じ、主の霊が集めたものである。一つも欠けるものはない。この主の書を尋ね求めて読んでみなさいって書かれています。今いつも礼拝の時にルカ伝を読んでいますけれども、皆さん聖書開けてくださいってよく言われるけども、なかなか開けられない方が多いんですよね、それで聖書を見るとたくさん目次に書いてありますね。何期何期、創世記、出エジプト記、レビ記、それから新約でもマタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、こんなたくさんあったら、覚えきれないし、どこに何があるかなかなか開かれないっていう方も多いと思うんですね。で、私が日曜学校の時に聖書の歌っていうのを教えてもらって、それを知っているともうすぐ聖書が開かれるんですよね。でみんなにも本当に、もっともっとね、聖書を自分でパッと開けるようになってほしいなと思って、聖書の歌をプリントしました。3枚目にあるんですけども、多分知ってる人もいると思うんですけど、先生にこれを印刷してもらったら、これは子どもたちの小物かいって言われてしまったんですけども、本当日曜学校のお話みたいになっちゃうんですけどもね、聖書の歌っていうんですね。創出レビ民申命記、聖書の目次の最初が取られてるんですね。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、ヨシア記、シシ記、ルツ記、サムエル記、列王記、歴代史、エズラ書、ネヘミヤ書、エステル書、ヨブ記、ヨブ記、箴言、詩編、箴言、伝道の書、画家、イザヤ書、エレミア書、エレミア愛歌、エゼキエル書、ダニエル書、ホセア書、ヨエル書、アモス書、オバデア書、ヨナ書、ミカ書、ナホム書、ハバクク書、ゼファリア書、ハガイ書、ゼカリア書、マラキ書、それで全部で39、マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝、使徒行伝、ローマ人への手紙、コリント人への手紙、ガラテヤ書、エペソ人への手紙、ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、テサロニケ、テモテの手紙、テトスの手紙、ピレモンの手紙、ヘーブル書、ヤコブ書、ペテロ書、ヨハネ、
ユダ・ヨハネの黙示録で、新約は27、旧新両訳合わせれば聖書の数は66という、これ鉄道唱歌っていうので歌ったんですけど、この歌知ってる人、じゃあ知ってる人が3人いますので、一回みんなで歌ってみましょう。そして覚えてね、あ、聖書はここだここだってのすぐ開けるようになってほしいです。知ってる人は大きい声で歌ってください。3、はい。総出レビ民神明記、ヨシュア獅子打つ三列王、歴代エズレエステル書、ヨシ神言伝動画化、イザヤエルアイエゼダニル、ホセアヨエアモオバヨナミ、ナムハバククゼパハガイ、ゼカリヤマラキ三十九、マタイマコルカヨハネデン、シトロマコリントガラテア書、エペソピリコロテサロニケ、テモテトピレモンテブル書、ヤコブペテロヨハネユダ、ヨハネの黙示27、旧新両訳合わせれば聖書の数は66。はい、優しいと思います。これね、何回か歌ってたら頭に入りますからね。そしたらね、ホセアって言ったら、ホセアこう歌って、あ、あの辺だっていうのが分かりますからね。皆さん覚えてくださいね。そしてね、聖書が開けられるように、礼拝の時に開けてもらうんじゃなくてね、自分で開けられるようにしましょうね。はい。それから、なぜ聖書を読まなくちゃならないかって言われた時に、御言葉を蓄えて従う時、私たちは正しい道に導かれるし、神様の祝福の中を歩めるって、今言ってきました。それでもう一つ大事なことは、全てのいろんな出来事があるときね、聖書はどう書かれているかっていうことを判断の基準にすべきだと思うんですね。私たちは感情の動物ですから、自分の感情の方が先に立ってしまう、感情に負けてしまうところがあるんですね。そしてそういう霊的な現象とか感情とかにとっても心が奪われやすいんですね。だから神様がくださる良いものはとってもいいんです。幻が見えたり、御言葉が示されたり、そして夢で示されたりとかね、賛美で示されたりとか教えられたりとか、そういう神様から与えられる霊的なそういう現象はとっても素晴らしいと思います。そして神様からの大きな祝福ですし、私たちのこう進むべき方向がそういうものでこう定められますよね。励みになります。そういうのはとってもいいんです。でも逆にね、マイナスの現象が起きた時に私たちの心がとてもね、いいものが起きた時も、わ、嬉しい、神様がこんな見せてくださったって言って喜ぶと同じように、今度マイナスの現象が起きた時にも同じぐらいの比率でそれにとらわれてしまう。そうするとサタンがそこに働いてしまうんですね。そしてどん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 マイナスの方向に持っていってしまうんですね。どんな状態になってもね、御言葉にはこうあるから、今現状はこうであっても関係ない、左右されることはないんだって、そういうのように御言葉に基準を置いて進んでいくべきです。自分の感情とか自分の感覚でこうだからこうじゃないかってすると、神様よりも自分の方が上になっちゃうんですね。そうすると間違ってしまいます。どこまでも神様がこう言われてるからこうなんだっていう、そのところで進んでいかなくちゃいけない。そのためにも御言葉をいっぱいいっぱい蓄えておく。分からなくてもね、ずっと
と読んでいるとそれを霊が覚えててくださるんですね。そして神様今こんな状態だけどどうなんでしょうかっていう時にふわっとそれを思い出させてくださる。だからいちいち記憶してなくても霊が覚えてるって言いますから、いっぱいいっぱい読んでいったら普段の生活の中でも神様の御思いに従って歩めるようになると思うんですね、朝起きてねとっても心が重かったりするとね、ああ今日はすごいしんどい、心も落ちてる、なんか神様が遠くに行ってしまったんじゃないかって思ったりね、それからある時は恵まれて、あ私は神様にこんなに愛されてるって思ってるのに何かあんまちょっと嫌なことがあったりすると、自分は本当に神様に救われてるんだろうかって思ったりとか、それから祈りがバーッと進んでいく時なんかはとっても嬉しいのにね、今日はとっても祈れない、何か神様の霊が取り去られてしまったんじゃないかとかね、そういうふうにとってもこう自分の気分によって自分の信仰がぐらついてしまう時があるんですね。でこういうことを思い巡らすのをサタンはすごく喜んでどん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 下に持っていきます。でも私たちはもう救われたものです。私たちは神の子、神様が命をかけて救ってくださったものだって、ね、神様はどんなことがあっても万事を益にすると書かれているから大丈夫だって、主の名を呼び求める者は皆救われるって書いてあるから大丈夫だとか、そういうふうに、揺るがない聖書の御言葉を持ってきて動揺している自分の心を落ち着かせていって御言葉の方に心を持っていかなければいけませんね。で私たちはもう聖霊を受けていますね。あなた方は聖霊の宮だって書かれています。だからどんな状況にあっても私たちのうちに神様は住んでいてくださるし聖霊が宿っていてくださるんですね。私は神の宮って書かれてあるってそのように宣言していったらいいと思いますね、聖書は、聖書にはどうあるかっていつも聖書の言われることに考えを合わせるようにしていきましょう。そして分かんない時はね、神様が教えてきっと教えてくださいますから、教えてくださるまでもう頭の隅っこの方に押し合って自分でいろ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 考えないこと、考えさすことが本当にサタンの手ですからね。もういろいろ考え出したらもう悪い方に行きますから、もう考えないって止めておく、そのことも必要だと思います。それから最後にね、聖書の言葉っていうのは霊の戦いの武器です。この世の中にはサタンがいっぱいいますね。でも神様の御言葉は、サタンをやっつける力を持っています。マタイの福音書の4章やルカ伝の4章、今礼拝で読んでるところですけども、サタンにの試みにあったイエス様が40日断食した後にサタンの試みにあった記事が書かれていますけれども、イエス様は3回とも聖書の御言葉でサタンを撃退しましたね。いつもね、今あるの神の、サタンに対してって書いてありますけれども、いつもねこんな気持ちでいたらいいんですよ。サタンに対してね、サタンよ、お前は十字架で滅ぼされた、お前は何の力もない、お前はすでに脳天を打ち砕かれたもの、お前は何の力もない、イエス・キリストの皆によって命じるサタンを退け、本当にね確信を持ってサタンに言い聞かせるとき、サタンは本当にこれでビビってくるんですね。言っても効き目ないよって思ってないで、あ、サタンはこういう言葉言われたら怖がるんだって言って講談で言われてたなってことを思い出してね、自分が確信なくても言い続けたりするとどん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 自分の中に神様の権威が入ってきて力あるものとなってきます。十字架で勝利されたイエス様を思ってね、サタンに御言葉をぶつけるとき、サタンは退かざるを得ません。で、サタンはいろんなことを責めてきますね。でも全部それね、御言葉でやっつけたらいいんですね。お前は罪がいっぱいあるって。そうして
だからお前の祈りなんか聞かれないとか、そういうマイナスの思いを言ってくるときに、9番、イエス・キリストに結ばれているものは罪に定められることはないと聖書に書いてあると言い放ってあげたらいいんですね。それから自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方であるから罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます、こう書いてあるから、どんなに罪を犯しても私は悔い改めたから大丈夫ってサタンに言い放ってあげたらいいと思いますね。そしてまたいろん生活していくうちにいろんな不安がやっぱり来ますよね。そういう時はね、不安よ出ていけ、これは私とは関係ない、出ていけって、そういう祈りをするとともにね、御言葉を持って、11番一緒に読みましょうかね、はい、誰もキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうか。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、誰も離すことはできない。イエス様の愛を、愛から私たちを離すことは誰も何者もすることができない。私たちがイエス様の愛を感じなくなっても、イエス様は命を懸けて私たちを愛していてくださるんですね。それから12番も一緒に読みましょう。私たち全てのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。イエス様は一人子で、天の父なる神様は一人子であるイエス様さえも私たちに与えてくださった。それだからね、その他のもの神様が与えないはずはない、もっともっと神様に信頼して安らぎなさいと言われていますね。それから、お前は救われてないんじゃないか、今日も私は救われてない、救われている確信がないんですってメールが来たんですけども、私も最初の頃はね、教会行って神様信じてて救われてるって言われても、救われてる確信がなかったんですね。それでも三日月の断食道場行った時に、西海先生がね、このクッとどういうのかな、御言葉にこうあるから、それを信じたらもう救われてるんだよって、そんな自分の感情じゃないよって言われた時に、あ、そうかってスッと入ったんですね。それで、何かあった時にはいつもこの御言葉を言いますね。13番、口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われる。このように私たちはイエス様は主です、私の救い主ですって、そしてイエス様は、復活されました、そのことを信じていますね。そうしてればあなたは救われるって書いてあるんだから、自分の感情がね、何かいろんな嫌なことがあって私は救われてるのかしらみたいなおたおたする時があったとしても、いや、私はもうイエス様を信じてるから救われてるって言い放ったらいいんですね。そして、大丈夫なんだって、そのことを繰り返すうちに、あんまりもう揺るがないものになっていきます。そしてもういつもいつも力強くね、神様に祈り求めていったらいいんですよね。満たしてくださいって、私の祈りに応えてくださる方、私をいつも見ていてくださる方、どうか私の心を満たしてください、私の精霊をいっぱい注いでくださいって、もう足踏みする暇なく神様に求めたらいいんです。神様は応えてくださる方ですから、確信がなくてもちゃんとね、あ、大丈夫なんだっていう確信を与えてくださいます。で、聖書を読み始める、今日から皆さん読み始める方もいらっしゃると思いますけれども、ずっと読んでる方もいらっしゃると思いますけれども、聖書を読み始めると、マタイでを見ると、最初はね、本当にイエス様の系図が出てくるんですよね。誰の子供、誰の子供って、カタカナのいろんな、ずっとカタカナで人の名前が書いてある。ここはね、結構知った人の名前が出てくるから、
読めると思うんですけれども、旧約聖書なんか見ていくと全然知らないようなね、地名がバーッと出てきたり、人の名前が2ページぐらい出てきたり、なんやこれはってね。昔内藤先生が脳梗塞になった時、リハビリでわけのわかんないカタカナを順番にこう読んでいったんですね。なんだこれ、脳梗塞のリハビリの練習じゃないかって思いながら読んでしまう時もあるんですけども、そういうとこもあるけれども、でも忍耐を持ってずっとずっと読んでいってほしいと思います。1日に4章読んだら大体1年で読み切りますから、忍耐を持ってね、ずっと読み続けてほしいと思います。有名なね、スポルジョンとかジョージ・ミラーとか、そういう人たちも本当に聖書を読んで強められたって、そして本当に神様に導かれたって書かれています。私たちがいろいろ迷う時あるかもしれない、でも聖書を読んだら僕も私も強くなれるんだ、そう思ってね、毎日聖書を読んでいってください。最後にね、15番ですけども、私の目を開いてお言葉の中に隠されている素晴らしい祝福を見させてください。それはこれはどんな祈りでもいいんですけども、神様どうぞ私が聖書を読んで分かるように導いてくださいって神様に祈り求めながら読んでいってほしいと思いますね。で、聖書を読んでイエス様はどんな方なのか、どんなことを私たちに求めておられるのか、でまたどんなことをしてくださってるのか、神様はどんなことを喜ばれてどんなことを嫌われるのか、今日は私に何を語ってくださってんだろう、そういうことを心に思いながら期待して聖書を読んでいってほしいと思います。私とそして皆さんが、聖書を読むことによって大きく成長することをイエス様の皆で祝福します。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。私たちにこの素晴らしい本を神様が与えてくださいました。でも私たちはそれを活用していません。本当にいつも持ってきてちょこちょこっと見るだけで、この聖書の中に私たち本当に、入り込んでいません。神様どうぞこの聖書を通してここに集っているお一人お一人を神様養ってください。成長させてください。揺るぎのない信仰者へと神様導いてください。ハレルヤ、イエス様一人一人が本当に喜んで読めるように神様助けてください。そしてただ読むだけでなくて神様それに従うものとさせてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。